改めましてこんにちは、秋野香織です。今週は区内で活動している団体をご紹介します。果たしてどんな団体が登場するのでしょうか。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの大河内貴子です。私は今築地社会教育会館に来ています。今回はこちらのサークルをご紹介します。皆さんこんにちは。私たちは小鼓サークル最小会です。ふやふいいよ。まずは桜、ソーラン節、2曲続けてお聴きください。ふやそれでは最小会代表の三浦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、先ほどの包そして三味線演奏素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、改めてこの最小会という団体について教えてください。はい、私が東京芸術大学の教員を退職しまして、その後も何か携わっていきたいなということでもって、ぜひこの地域の中央区に、そういうサークルを作って普及振興していきたいなという思いから、三味線のサークル、小鼓のサークル、将来的には笛のサークル、歌のサークルとかいろいろ広げていきたいと思っております。邦楽っていうと すごく固いっていう、そういうイメージがあるんですけども、まあ、このサークルはそういう枠を取り外しましてね、洋服でもいいですよ、それから椅子でもいいですよ、でそういうような形でもって、みんなが楽しめるように、例えば私正座できないからあのグループには入れないわっていうようなことではなくて、どなたでも入れるという、そして楽しめるという、でこれがこの会の特徴だと思います。このサークル自体はいつ頃からあるものなんですか。今から4年ぐらい前に、中央区に届け出まして、登録団体として認めてもらいました。今人数ってどれぐらいいらっしゃるんですか。三味線部門が20人ぐらい、小鼓の方が45人ぐらい、じゃあ合わせると65人くらいメンバーがいらっしゃって、ね、はい、最小会というサークルのお名前なんですけれども、まあ、歳月の際に松竹梅の松で最小会だと思うんですが、はい、これはどなたがお付けになったんですか。私が付けました。論語に最寒の小白、
最小会の際にから寒いという字、うん、それと松のそれから柏、松と柏の葉っぱっていうのはどんな寒い時でも緑色を保ってるという、だから最小会っていうのはそれにちなみまして、最初の心がけをずっと忘れずにやっていこうという思いから、論語の最寒の小白という言葉をから最の字と松という字をつけて最小会と名付けました。うーん、最後に聞いている皆さんにメッセージをお願いします。サークルはいつでも見学 OK です。それから、参加するのも、毎回来れない方でも結構です。ぜひ、一遍覗きに来てください。ありがとうございました。最小会代表の三浦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは小鼓の講師でいらっしゃいます望月彦京さんにお話を伺います。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、演奏素晴らしかったです。普段よりもこういう機会があると気合が入ってまして、私もどんどん厳しくなり、今日はよく演奏したなと思います。はい、練習を見させていただいたんですけれども、はい、本当に皆さん仲良くて、はい、その練習の雰囲気っていうところいかがでしょうか。はい、とっても皆さん本当におっしゃる通り仲良くやっています。で、まあ、小学1年生と70代の方が、まあ、同級生って言いますか一緒に入ってきて隣同士に並んで仲良く和気あいあいとしているサークルだと思います。うん、講師の望月さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは三味線の講師をされている杵屋さんにお話を伺います。お願いします。よろしくお願いいたします。音楽もね楽しまれてると思うんですけれども、なんかそれ以外の時間も何か一緒にされたりするんですか。中央区の国際交流の集いとかそういうので初めて三味線を触るような方々に体験していただいております。皆さんとっても桜弾けたって言って短時間ですけれどもとても喜んでいただいております。三味線は長くもう80歳以上の方でもできますので、ぜひ長く楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。講師の杵屋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは小鼓の参加者の方にお話を伺います。お願いします。小野寺治と申します。よろしくお願い申し上げます。はい、お願いします。高丸えみりです。お願いいたします。はい、お願いします。失礼ですがお年を聞いてもいいですか。70になります。はい、9歳です。小学3年生です。そうですか。お二人ね年齢離れてますけどそれぞれ始めたきっかけを教えてください。たまたま芸大でですね、鼓の催しがありまして、それに参加して、あれ先ほど彦京先生の鼓を聞いて、うん、あ、私にとってこれが、第二の人生を始める、音になるだろうということで始めました。うん、やってみて魅力はどのあたりですか。響きがですねすごく心地いいんですね。すごくいい音が例えば出ますね、うん、とあいい音だな、あ今日はなんかコンディションがいいのかなとか、そういうふうに自分を測れる尺度になるような音が聞けるんですね。えみりちゃん始めたきっかけは何ですか。日本の昔のもの歌舞伎とか日舞とかが大好きで、鼓とかもあれあったから、うん、面白そうだなって思ってやってみました。やってみてどうだった。やってみて素敵な音で決まった時とか、うんうんうん、ものすごく嬉しいです。もう初めてどれぐらいになるんですか。1年半ぐらいです。あ、じゃあだいぶ上達しました。はい、ちょっといい音も出るようになりました。うん、エミリちゃんは年齢がねだいぶみんなと離れてるけどサークルやってて楽しいですか。はい、いろんな人たちとお話ができて楽しいです。小野寺さん、今エミリちゃんから、ね、年配の方ともいろんな話ができて楽しいっていう言葉ありましたけど小野寺さんはいかがですか。はい、私も楽しいですね。普段も触れ合えない年代の、子たちとも一緒に鼓を通してですね触れ合うってことができるってことは本当に、楽しいし嬉しいし、これからもですね
もっともっと続けたいなとは思ってます。ありがとうございました。小鼓のメンバーの小野寺さん、そしてエミリちゃんでした。ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。それでは三味線メンバーの2人にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前伺っていいですか？安田京子です。安田さん。あ、本間優です。本間さん、お二人は、まずじゃ始めたきっかけを伺ってもいいですか？はい、中央区の国際交流の集いで、まあ、私スタッフとして参加してたんですけども、その時に杵屋先生が三味線を教えに来てくださって、まあ、それが三味線との出会いだったんですが、その時に桜を、まあ、皆さんで演奏したんですけども、まあ、15分ぐらいの短い枝だったんですが、まあ、簡単に弾けたんですね。なので私もちょっと弾いてみたいな、習ってみたいなと思ったのがきっかけです。はい、なるほど。本間さんいかがでしょうか？ですね、私は漠然となんとなく三味線をやりたいなっていうのを2年ぐらい思っていたんですけど、きっかけがなくて、きっかけがなかったところに、職場にちょうどその杵屋先生のサークルに入っている方がちょうど来て一緒に働き始めたので、その方にちょっと行ってみないって言われて行ってみて始めたのがきっかけです。始めてみてどうですか？良さ、やっぱりその普段してる生活と全然違う体験ができるのですごく面白いですね。ご友人の幅とかも広がったりするんですか？そうですね、全然もう段違いに広がります。仕事場だと大学なんですけど、やっぱり本当にこう限定された人しかいない、年齢層も大体一緒っていう感じなんですけど、やっぱりそのサークルの中だと、まあ、若い方もいらっしゃるし、年齢が上の方もいらっしゃって、職業もまちまちで、しかも仕事的に関係がないので、すごく気軽にいろんなことを相談できたりして、それはまあその演奏とは別のところですごくいいところだと思います。はい、いかがでしょうか？サークル活動自体の魅力というところは。はい、まあ、サークルに入るまでは平日ずっと仕事なので、まあ、仕事して家に帰ってご飯食べて寝てまた仕事に行ってみたいな、まあ、単調な生活だったのが、平日の夜三味線を習うようになって、まあ、ちょっとストレス発散できてる形ですね。仕事とプライベートのオンオフができるようになったのが非常に良かったなと思ってます。あと仲間もできて、非常に年齢層の幅広い仲間ができてですね、私の交流関係もちょっと広がったなと思ってます。素敵ですね。はい、それでは最後にお二人に今後の抱負を伺ってみたいと思いますが、安田さんどうでしょうか？最近勧進帳の滝流しを、まあ、マスターしたんですけども、まあ、まず、まあ、部分的なので、ちょっと目標としては勧進帳全体を一人で弾けるようになりたいと思います。本間さんいかがですか？ですね、私はですね、三味線を始めた、そういえばきっかけの時に、海外の友人とかそういうところのパーティーとかで三味線なんかを弾くととっても喜んでもらえるんじゃないかなと思ったことがあったんですね。で、目標としてはその海外の友人の前で1曲曲として成立するように演奏をするっていうのを目標にしたいと思います。素晴らしい。ぜひ今後とも三味線続けていってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に滝流しをお聞きください。
皆さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内ではたくさんのサークルや団体が活動しています。ぜひ皆さんも新しい趣味や気の合う仲間を作りに参加してみてはいかがでしょうか。